田中英二は、学校法人日本大学第十二代理事長。アマチュア相撲界の第一人者であり、アマズ相撲界の大砲の異名を取る。青森県北津軽郡金木町で農家の三男として、生まれた。1965年、日本大学経済学部に入学。1969年、日本大学経済学部経済学科を卒業し、日本大学農獣医学部体育助試験。 スモーコーチに就任。1999年学校法人日本、大学理事、2000年日本、大学保健体育事務局長、2001年日本、大学校友会本部事務局長、2002年学校法人日本、大学常務理事、2005年日本、大学校友会会長などを歴任した。2008年より、学校法人日本大学理事長、 小学校低学年から相撲を習い始め、日本大学大学地相毛部の選手として活躍、3年生の時学生横綱となった。1969年12月1970年1974年の3度アマチュア横綱となったのをはじめ、延べ34のタイトルを獲得し、1980年に現役引退、同年、朝日スポーツ賞受賞。 1983年に日本大学相撲部監督に就任、福島会、舞の海をはじめ、幾多の学生を指導して、厳しく鍛え上げ、大相撲にも卒業生を送り出すなど、人材育成に努める。1994年、財団法人日本オリンピック委員会理事に就任、後に JOC 副会長を務めたが、後日のように、 公益暴力団の住吉会会長や山口組、組長らとのいわゆる黒い交際が発覚し辞任した。また、公益財団法人日本相撲連盟専務理事、副会長、国際相撲連盟事務総長、会長などを歴任した。2013年2月1日付の読売新聞で、理事長を務める大学の工事受注業者から約500万円を受け取っていたとの疑惑が報じられ、 国会でこの問題が取り上げられた。ありがとうございます。